皆さん、こんにちは。落語家や俳優として活躍されている林家三平さんですが、商店を降板になり年収が激減、離婚の危機と噂されています。今回は林家三平さんの年収、商店を降板した理由、離婚の噂、激痩せした真相についてご紹介いたします。林家三平さんの出身小学校は地元台東区内の公立校、台東区立根岸小学校。家族構成は両親と姉2人、兄1人の6人家族でした。父親は初代の林家三平で、母親はエッセイストの海老名佳代子さん、兄は九代目林家正蔵さんという一家で生まれ育ちました。父親が45歳の時に生まれた子供だったこともあり、溺愛されたそうです。幼稚園の送り迎えをしてくれたとのことで、幼稚園の帰りには浅草の演芸場を回り、最後は一緒に銀座のクラブに行ったことを明かしています。 4,5 歳だった林家三平さんはクラブでジンジャーエールを飲んだこともあるとか。小学4年生の時には父親が亡くなっており、当時のことについてはインタビューで、いろんな方がご挨拶しに来てくれるんですが、それがうちの玄関からうぐいす谷の駅まで行列ができたって言われてますね。その時のことを思い出すと、父は死んでいないっていう風な気持ちしかなかったですね。だから半分記憶がないんですよ、と振り返っています。林家三平さんは父親が亡くなったことを受け止めきれずにいたようです。また林家三平さんは子供の頃には琵琶を習っており、小学校時代は進学塾に通っていました。地元東京都台東区内の公立校、台東区立忍ヶ丘中学校へ進学するとテニス部に在籍。ただ林家三平さんは中学時代に同級生の女子に片思いをしており、少しでもその女子の傍らに行きたかったことから、その娘が在籍をしていた水泳部に転部しています。出身高校は都立の共学校の竹野台高校。林家三平さんは高校時代は帰宅部で部活動には入っていません。霊感があり、高校時代にはクラスメート全員の守護霊が見えていたとか、授業中に守護霊同士が喧嘩をしていたこともあったようです。加えて高校時代にはバンド活動を行っており、林家三平さんはサックスを担当していたとのこと。高校卒業後、林家三平さんは映画「ウォールストリート」を見て国際経済を学びたいと思い、私立大の中央大学に進学。在籍したのは経済学部で国際経済学を専攻していました。大学1年生の時にはヨーロッパ旅行をしており、スペインで日本の文化のことについて聞かれた際にうまく説明できなかったことで、林家三平さんの代わりに隣にいたフランス人の夫婦が浮世絵について説明してくれたのだとか。フランス人夫妻からはインターナショナルになるためには自分の国の文化をしっかりと説明できなければいけないと言われたそうです。林家三平さんは恥をかきながら帰国、日本の文化を伝えたいと思って見たのが落語でした。そして落語の素晴らしさに魅了され、同じ年には林家金平さんに弟子入り、当時は林家一平を名乗っていました。まずは見習いとしてカバン持ちを1、2年続けたそうです。林家三平さんが弟子入りした頃は前座が今ほどいなかったことから働き詰めだったとか、そのため大学に行く時間もなくなってしまったとインタビューで語っています。また林家三平さんは大学在学中に父親の声を吹き込んだ CD ジャングルハウス3ガスをプロデュースしています。ただ時期は不明ですが大学は中退、理由は明かされていませんが落語に専念するためかと思われます。父親が初代林家三平さん、兄が林家正蔵さんと知名度が高かったことから、若い頃からテレビ番組のリポーターなどに起用されたのでした。2016年5月29日に日本テレビの長寿演芸番組である『笑点』の大喜利コーナーに新メンバーとして初登場をしました。2021年12月26日をもって
5年7ヶ月の間のレギュラーを務めた商店を降板しています。卒業の理由については、この5年半一度も座布団10枚を取ったことがありません。ですから表に出て自分のスキルを上げて、また座布団10枚を獲得するためにも勉強し直してまいります。体を鍛え、心を鍛え、芸の幅を広げて、いろんな経験をして戻ってまいります。本当にありがとうございましたと説明。また林家三平さんは番組終了後に自身のツイッターを更新し、商店を離れることになりました。若手として元気に頑張ったのですが、実力不足と理解しております。番組の最後に、また戻ってきますとは言ったものの、そんなに簡単なことではないのも承知しています。落語に限らず様々な経験を積み、勉強し直したいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたしますと、商店からの降板を再度報告しています。2022年11月9日放送の徹子の部屋にゲスト出演した際には、自分なりに考えまして、もっともっと大喜利の力をつけたいので武者修行に出させてくださいとスタッフの皆さんにお願いして出させていただきまして、今は武者修行中でございます。笑点では面白くないという誹謗中傷がネットに上がるようになったということですけれどと黒柳徹子に振られ、それはそれでお客様が思ったことですから、それでよしとして受け止めていましたけれどもと神妙な表情。一方でいてよかったなと思いましたのは、笑点の並びで隣に林家木久扇師匠、三遊亭円楽師匠がいらっしゃって、話し勝って、師匠の息っていうのは袖越しからしかわからない、そばで見ることができないし熱量を感じることができない、でも並んでいるとその師匠の熱量を感じることができて、それは自分にとってものすごく勉強になりましたと回想しました。大喜利はだとよくおっしゃいますけど、そのドキュメントの一環を僕は経験したと思って、今は武者修行に励んでおりますと言い、もっともっと良い答えを出すにはどうすればいいのかと考えまして、もっと人生経験を積んだ方がいいなと思いまして、一度出させていただいて今に至ります、自主降板という形になりますと語りました。また降板後の2022年1月に出演した日本放送ナイツザラジオショーでは、芸人ナイツの土屋信之さんから改めて5年7ヶ月勤めた商店を離れた理由はと問われると、結局のところは息子でしたねと回答。つまらないとか、こいつは面白くないとか、何をやっても滑るとか言われ続けたままずっと続けていったら、今息子は幼稚園に通ってるんですけど、小学生になった時に誹謗中傷を同級生から言われたりする可能性が高いじゃないですかと、息子を思っての決断でもあったことを明かしています。だったら一回離れて自分を高めておかないといけないんじゃないかってと胸の内を明かしています。ちなみに父である初代林家三平さんに一度も怒られたことがないという林家三平さん、テレビ番組踊るさんま御殿に出演時、家帰ってきて羊羹は羊羹で食べなさいってそういうことを言う父なんですよと家庭内でも親父ギャグを披露する父の素顔を明かした際には、さんまさんからだから笑点降ろされたんだといじられていました。自主降板してから2年、文化放送のラジオ番組国丸食堂へ2023年5月19日に出演した林家三平さんは、野村国丸さんと共に笑点の思い出を振り返っていました。野村国丸さんから、三平さん今52歳でしょう、例えばこの先笑点の大喜利の前にある演芸コーナーとかで何かやるってことはないの、ちょっとこんな言い方失礼かもしれないけどリベンジしたい気持ちはないですかと復帰の可能性を尋ねられた際には、今のところ自分の中ではまだ修行中です、それよりも今日こうして番組に出させていただいたりとか、いろんなテレビのドラマやバラエティとかもそうですし、そこでもっと
人生経験を積んでいく予定ですので、漠然とした考え方かもしれませんが、もし最終的に機会があれば行きたいという思いはありますね。来週もテレビに出ますので、そこで話し家じゃないタレントさんと混じったりするのが一番の勉強ですと、人生経験を積んでいる最中でしばらくは予定を抱いていないことを語りました。林家三平さんは2011年に TBS の時代劇水戸黄門での共演がきっかけで、交際をしていた女優の国分幸子さんと結婚をしています。交際2ヶ月で結婚しており、スピード婚だったようです。林家三平さんと女優の国分幸子さんは結婚をしていますが、子供さんは何人いるのかと気になる方も多いようですね。林家三平さんと国分幸子さんの間には子供さんが一人いるそうです。2016年11月26日に男児が誕生しています。名前は修之介くん。実は林家三平さんの子供さんの名前は商店で公募をして決めているんです。公募した中に柊木という字がついた名前が14件あり、東京では珍しく雪が降る日に生まれた息子さんの名前にぴったりだと思ったそうです。ちなみに一番多かったのは本名の海老名にちなんで海老名サービスエリアだったそうです。その後、林家三平さんの名前である海老名大輔の助の字を取って修介、そこから夫婦で話し合いをしてのという字を入れて修之介となったそうです。林家三平さんは商店の新メンバーとして2016年にメンバー入りをしましたが、2021年をもって降板をしました。自主降板ということになっているようですが、実際は面白くないつまらないという声が多く、リストラされたという噂です。商店を降板したことによって林家三平さんの年収にどんな変化があったのでしょうか。商店は1回の出演料が50万円からで、出演料の他にカレンダーの肖像権使用料や番組関連のイベントや特番などで年間3000万円以上の年収があったそうです。3000万円はあくまでも商店関連だけの年収です。しかしこの大きな収入がなくなった林家三平さんは死活問題だとも言われているようですね。ただ林家三平さんは落語家としての仕事やテレビ出演などもあるので、年収が全くのゼロ円になったわけではありません。商店の降板はかなり林家三平さんの評判を落としているところも大きいそうで、テレビ出演をしても笑いを取れずになかなか力を発揮できていないようなので、これからの努力が勝負の見せどころといったところでしょうか。年収が下がったことで離婚も噂されていますが、どうなのでしょうか。幸子さんは2018年6月9日放送の番組メレンゲの気持ちに出演しました。その時林家三平さんや息子のことについて語ったのですが、特に三平さんとの仲が冷えているといったような感じではありませんでした。しかし降板が決まった後の2021年10月21日の笑点では三平さんが冒頭で、私事で恐縮なんですが、明日は結婚記念日、ちょうど10年目です。ですから今日出てくる時に10年間ありがとう、これからもよろしくって言ったら、私頑張ってきたよねって全部過去形だったんですと明かし、心配してますと笑わせました。受け狙いで言った可能性もありますが、なんとなく心配ですね。子供もまだ小さいですから、笑点卒業で年収がかなりダウンしたらお嫁さんとしても心配になるでしょう。ちなみに林家三平さんは過去に日本テレビの馬場典子アナと交際していたことを柴田理恵さんから暴露されています。2009年のダウンタウンデラックス15分拡大 SP に出演時、さまざまな秘密などを公開していくコーナーで、林家三平さんが海老名家の恋愛面接の様子をネタにしたところ、柴田理恵さんがポロッと口を滑らせました。三平さんは自分が女性を家に連れて行くと、母海老名佳代子、姉海老名みどり、安葉義兄、
峰竜太の4人がずらっと並んだテーブルの前で交際可否を面接されるというエピソードを紹介。三平さん曰く、絶対的王様という母佳代子さんが権限を持ち、相手の女性を気に入るとうな重、気に入らないとカレーうどんが出てくると説明。過去に一人だけうな重が出たことがあると三平さんがつぶやいたところで、柴田理恵さんがまさかあの人とポロリ。スタジオの盛り上がりを受けて柴田理恵さんがババちゃんと暴露すると、たまらず三平さんは、何で言うの、イニシャルとかで言ってよとその場にへたり込みました。最後は観念したのか、自ら松本氏の部アナから紹介されたんですよ。確かに彼女が来た時はうな重が出たと事実を認め、今は全然連絡取ってないと最後まで罰が悪そうにしていました。最後に林家三平さんの激痩せの真相についてご紹介いたします。一部では激痩せの理由として、ネット上では商店でのいじめなど邪推する声もありましたが、都内で行われたライザップボディメイクグランプリ2021に参加したことが原因でした。かねてより肥満体型に悩んでいた三平さんは、約4ヶ月間筋トレを中心にボディメイクに挑戦、 18.6 キロの減量に成功し、シュッとした姿で報道陣からフラッシュを浴びると、痩せると自信がつく、これからディーン・フジオカさんみたいになりますよと白い歯を見せました。また商店でのいじめで痩せた説に対しては、円楽師匠にいじめられたから鬱になったという意見も多かったけど、そんなことは決してありませんからと強調していました。いかがだったでしょうか。今回は林家三平さんの交番、年収、離婚の噂についてご紹介しました。奥さんとしては年収が3000万円以上も落ちてしまうのは心配でたまらないでしょうが、林家三平さんは今後については一席一席を大切に、そして父のように出た瞬間から明るくいきたいと思います。これが林家三平だと思います。やはり名前のごとく振る舞わないといけないなと思っていますと前向きなコメントを残していました。奥さんと子供のためにも、これからますます活躍してほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。